東京都立新宿山吹高等学校は東京都新宿区山吹町にある都立高等学校。平成に入って東京都が創設したいくつかの新しいタイプの実験高校のうち、無学年制の定時制、単位制高校として旧若木台高校跡地に開校した。学校の組織や教員からの消極的自由を重視し、自由主義的かつ個人主義的な校風で、 校則などはなく、私服校である。特に、たとえ未成年であっても保護者からの干渉を排除した生徒個人の自己責任による独立した自己決定を尊重する。新しいタイプの実験高校としては、無学年生や定時単位制だけでなく、それまで受け入れ先がなかった他高校中退者向けの救済機関としての学校としても設立された経緯があり、 そのことによる幅広い年齢層の在学者は現在まで学校の伝統として続いている。普通科と情報科の二学科の定時制は月曜から金曜までの平日、通信制のスクーリングは土曜日に行われ、これらの授業とは別に一般向けの障害学習講座も土曜と日曜に開講されている。月曜日から日曜日まで朝から夜までと校舎の稼働効率が非常に高い。 学校である。情報化に関しては、卒業に必要な単位中、情報化専門科目の必須単位数が定められている。定時制は、全日の定時制であるため、標準では4年間、カリキュラムの組み方では3年で卒業が可能であり、2学年相当枠での点、編入学者の場合、最短2年での卒業が可能である。生徒の年齢層は幅広く、以前は、 託辞書や喫煙書もあった。授業の時間割は条件を満たす中で、生徒のおが自由に科目を選択する。また、学校行事などはほとんど自由参加が基本である。また、修学旅行などは参加希望者が少ない場合、行われない年度も存在する。なお、不登校者や学習困難者を対象としたチャレンジスクールではない。また、一般の高校に見られる。 担任の強制的な面談や保護者への定期的な連絡、面談、チャイムによる時間の管理などは一切行っていない。よって生徒の自己管理能力や順法意識及び未成年であっても保護者からの自立意識が一般の高校以上に要求される。チャレンジスクールが過干渉なのに対し不干症及び徹底した自己管理及び自己責任を売りにする高校でもある。 定時制の一般入試においては、東京都の共通問題が使用されている。合格難易度は各部によってかなり差があり、普通科の一部二部などは、比較的高い学力が要求される。情報科のみ定時制では珍しく、推薦入学試験が行われている。都教委などからの指定を受けた、進む学校に該当しない、都立高校の中では、比較的、 大学進学を選択する生徒が多い学校であり、これまで国公立大学や近隣の早稲田大学など難関私立大学にも多くの合格者を出している。なお、他の多くの都立高校同様、進学に特化した授業が行われている学校ではない。定時制課程では、すでに仕事をしている生徒のほか、専門学校に進学する生徒も多い。通信制は、 高等学校の通信性課程として日本最難関とされるが実際には入試選考が機能している通信性高校が少ないため全日制高校の最難関と同レベルではないとはいえ通信性高校の中では倍率が高く毎年不合格者が出る2018年3月の段階では通信性課程の倍率は1.5から2倍程度 倍率だけで考えると、都立高校の平均実質入試倍率である1.4前後より高く、東京都立高校の偏差値ランキングで上位に当たる、国立、日比谷、青山高校などと同レベルに倍率が高い。また、通信制高校は、全日制高校と比べ中退する生徒が多く、一般に卒業率が低いが、新宿山武器高校の通信制は、その中で、 トップレベルの卒業率である。通信制では様々な理由で通学している生徒がいるため、生徒の偏差値レベルは全日制高校と比べてばらつきがあり、全員の学力レベルが高いわけではないが、一部には東大、早稲田などトップレベルの大学に進学する生徒が存在する。一部を除き、部活動は盛んではなく、部活動以外で個人活動する生徒も多い。 全国高校科学グランプリ2009や第33回全国高校囲碁選手権、大会2012年数学オリンピックなどに参加し、入賞するなど様々な方面で盛んに活躍する生徒も増えてきている。運動部、編集文化部、編集同好会、編集コーチ面積は都立校の中でもトップクラスの狭さだが、その狭さの中に様々な設備が凝縮されている。 地下1階、地上7階建ての校舎はエレベーターが3基ある、バリアフリー設計である。なお、障害者専用の駐車スペースも確保されている。教室などにはすべて生徒カード端末が設置してある。校庭は、テニスコート及び体育館を利用し、体育館も大小の2つ、全天候型室内温水プールや食堂、ラウンジもあり、 創立当時から現在まで、その充実ぶりもあって人気が高い。一部の特殊な場所を除き、全室冷暖房完備である。操作には権限を必要としないため、空き教室が使われることがある。自習室が常時開放されている。定時制、通信制、障害学習などの生徒も利用可能。図書室には、司書が常駐しており、高校図書館としては、珍しい、バーコードリーダーと、 コンピューターによる管理がなされている。テニスコート、体育館、プールは、新宿区障害学習財団で登録をすれば、使用も可能となる。山吹祭りと呼ばれ、高校の文化祭としては、遅い12月下旬頃に行われる。建築デザイナー渡辺哲夫によるもので、学校名の頭文字である s と Y を元にしたデザイン。オーサー、通信制新宿山吹高校偏差値。 倍率学校案内 NPO 法人高卒支援会コラム .kousotsu.jp 2019年3月21日閲覧2018年度都立高校入試外教首都圏の塾進学塾はエナ2019年3月24日閲覧現在は夜間のみ提供昼休みは各生徒が昼食を持参する場所だけの提供となっている 飲食も可能。ありがとうございます。